マーティン・ガードナーは、アメリカ合衆国の数学者、著述家、アマチュア手ジナし、科学的会議論者であり、疑似科学、超常現象批判でも知られている。生涯に70冊以上もの著作を残した、オクラホマ州タルサ出身。サイエンティフィック・アメリカン史上で1956年から1981年まで25年に、渡って連載した、コラム、数学ゲームで著明。 抜き打ちテストのパラドックスもこのコラムで初めて紹介された。オーソドックスな数理パズルからブロックパズルチェスやオセロなどのボードゲームパラドックス、数学の最新のテーマのわかりやすい解説などで幅広い層の読者に人気を博した。また、アイザック・アシモフズ SF マガジンに1970年代後期から1980年代初期にパズルのコラムを書いた。さらに、 疑似科学、超常現象を批判的に研究するアメリカの団体チーコップの会員であり、チーコップの機関誌、スケプティカル・インクワイラー2983年から2002年まで、コラム、フリンジ・ウォッチャーのノートを連載した。著書には、疑似科学、超常現象を扱ったものも多く1952年の奇妙な論理は、現代会議論の古典とされている。 1987年スティール賞受賞。2010年5月22日に成去。95歳を打つ。彼の功績を称えて、小惑星ガードナーが彼の名を取り命名されている。ありがとうございます。